ございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト、今週は大阪府守口市浄土真宗本願寺派善照寺住職新堀慈信さんです。トークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。はい、治す医療に興味が持てない看護学生としての挫折があり、はい、うん、それでもやはり、その道、はい、を行こうと思って学校を入り直したという、やっぱり その看護学校によってもその何でしょうね、看護とか医療に対する考え方とか姿勢もやっぱだいぶ違うもんなんですか？そうですね。あとはやっぱり私自身がその一旦学校看護短大辞めてからその次の看護学校に行くまでっていうのに12年ぐらいかかってるんですね。おお、そうなんですね。はい。準看護師を資格は持ってるので。うん。病院で准看護師としてだったら働けるんです。はいはい。なので、働きながら、その間に子育てもしながら。うん。やはり、その頃からようやくホスピス緩和ケアっていうのが、増え始めるというか、ああ。昔はやっぱりキリスト教立の病院で、ホスピスっていうのが多くって、私は、時にも自分がだから出会っていくのは、やっぱりキリスト教なのかなっていうのはぼんやり思ったりしながら、過ごしてたんですけれども、でもホスピス緩和ケアで働くには、やっぱりどうしても正看護師の資格っていうのが必要なんですね。准看護師さんは、そもそも採用がないので、で、そこでどうしてもやっぱり、自分の最初に思った思いっていうのが消えなかったので、うん、これはやっぱり、学校行こうと思って、はいはい、で、もうその次、学校は、もうそんな治す医療に興味が持てないなんて言っちゃいられないのと、でも学生の時に出会った小さな看護学校でもやっぱりゼミはあって、はい、で、その自己の死生観を考えるみたいな、のを取ってたので、で、その中で自分の思いっていうのをその教員の先生と、仲間と、対話というか、たくさん話をする中で、治す医療を学ぶ学生時代は乗り越えられたかな、みたいな感じでしたね。でも、卒業したら、それこそ怖いもの知らずだったなとは思うんですけれども、新卒の私でも取ってくれるっていう緩和ケア病棟に就職を、することができたんですね。いよいよ、その舞台にずっと願っていたところ。そうですね。死んでいく。そうですね。のそばにいる。行く人のそばに。実際立ってみて、どうだったんですか？それまでも、病院ですからね。はいはい。やっぱ、亡くなる方も、はい。中にはいらっしゃると思いますけど、そこ、専門のところに行かれたわけですもんね。そうですね。うん。今もそれは感じてるところなんですけれども、ホスピス緩和ケアとか、ビハーラ病棟って言われるところは、その死っていうのが大前提に置かれているので、いろいろ、整ってるんですよね、ある意味。ほう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 。環境であったり、うん。もう治療をしないっていうところから、患者さんにとってはその
治療に割かれる時間はないですし、病院の過ごし方っていうのが、もう一転して自分のためだけに使える入院生活になる。そうですね。はい。もう治ることを目指してないってことですね。そうなんです。うん、でも、かといって死んでいくのを待ってるっていうのとは全く違うので、うん、待つ場所では全くないっていうのと、その、まあ、私たちも死っていうのはね、生き物なので、こうセットされてるじゃないですか。生物としても、うん。で、これまでの時間を、まあ、最後まで生き切るんだっていうのが、今も持ってる一番の、こう、印象っていうか、うん、そういう場なんだなっていうふうには思いますね。だから、すごく明るくて、ある意味輝いてる場所かなって思います。へえ。輝いている。うんうん。なんか本当にそう思いますね。うん。うん。キラキラしてる。でも、それを最近っていうか、まあ、この一年、その、お寺のことをさせていただきながら思っているのは、うん、キラキラしているのは、その人の命の輝きなんですけれども、うん、その光が当たってるっていうのは、別にその、自分でキラキラ輝いてるわけではないんですよね。ほうほう。キラキラ、本来輝いてるものに、まあ、私の言い方というか、たまたま出会ったのが浄土真宗だったので、うん、まあ、もともとあるその仏様の光っていうのがきちんと反射してっていうのかな。うん。はいはい。そういうキラキラが見えるっていう感じですね。うん。なんて言ったらいいか、すごく抽象的なんですけれども、別に頑張らなくっていいんです、患者さんは。うん。で、病気なんかやだ、死にたくないってジタバタしてほしいって思うんですよね。その、うん、死に行く時まで、ま、ねえ、周りに格好をつけて自分を偽ってっていうんじゃなく、もうありのままで私たち看護師にはいいんですよ。うん。ご家族には格好つけてもらっていいんですよ。うん、うん、うん。最後まで格好いいおじいちゃんだった、おばあちゃんだった、強い母だった、うんうん、ね、立派な父だったっていう姿はもちろんいいんですけど、私たち看護師には痛い苦しい、死にたくないって、逆にジタバタしてもらえる方が、いいって思ってるので、うん、でもそれでも、あ、尊いなって、そういう、あ、キラキラしてるというか、命の輝きっていうのは、私は、輝いて本人が生きようとしなくても、そこに当たる光があるから、私にはキラキラして見える。その死にゆく存在、はい、という意味では実は全員そうですよね。そうなんです。人間がだから、はい、うん、みんなある意味終末期っていう言い方が合ってるのか分かんないですけど、みんな そこはね、そうなんですね、はい、とするとみんなキラキラしてても良さそうなのに、はい、まあでもなんかね、必ずしも、いや、あえてそのやっぱここにいる人たちがキラキラしているっていうのは、うん、むしろかえってそこにいない人たちがキラキラできていないのはこうなぜだろうっていうこともこう、うん、今聞きながら思ったりしたんですけど、なんかそんなことも考えません？余分なものが吸い落とされた存在になれたからだと思う。なるほど。余分なもの。じゃあ、やっぱ曇っちゃってるんですかね。まあ、最後はその自分の命を失っていくっていうか、そぎ落としていくわけじゃないですか。そうですね。で、まあ、全部そぎ落としていくわけですね。そうなんです、そうなんですよ。すべてをそぎ落としていく、何も持たずに、こう旅立っていく前ってすごく軽いんじゃないのかなって思うんですよ。その
背負うものを、まあ、背負うものをあるまんま旅立たれる方もいらっしゃるんですけれども、でも、輝いているように私には思います。その、炎が小さいから余計に見えるというのかな。ああ。ま、ある意味、こう、亡くなっていくというか、病気になって、がんっていう病気になって、死んでいかなきゃいけないっていう中の暗闇だからこそ輝くのかな。うん。線香花火もね。そうですね。綺麗ですもんね。綺麗ですよね。うん。そうですね。暗闇の中だから。まあ、ビハーラの理念ってそうなんですよね。苦悩の暗闇の中に、いる人を置き去りにしないっていうのが、まあ、私たちの病院の理念なので。まあ、そこに惹かれるっていうのは、就職を決めた一つでしたね。そうか。皆さん、そういう、こう、まあ、確かにね、その普段の生活で、まあ、その炎で言えば、キャンプファイヤーみたいに、こう、じゃんじゃん、派手に燃やしていこうぜっていう、はい、まあね、若い時とかは多分そういうモードなんだと思うんですけど、その最後の炎っていう、モードに入った方っていうのは何かこう、まあ、なんだろう、パターンというか、こう、あるんですかね。それともみんなそれぞれ全然こう、違う、あり方をしてるもんですかね。はい、そこはもう本当に多様だと思います。現象としては同じなんですよ。はい、はい。まあ、呼吸が止まって、うん、まあ、心拍が止まって、うん、働きが止まって、目の動きがね、なくなってっていうような、うん、まあ、そういった現象としては、同じですけれども、そこまでの過程は本当に、様々ですね。死っていうのはものすごく個別性を持ったもの。まあそれは生きてきたのと同じように。っていうのはあります。でもそこにこうどういう意味をつけていくのかっていうのは、亡くなった瞬間死っていうのは、自分のものではなくなっちゃうと思うので、というかもうアウトプットできないので、はい、そうなんですよね。なので、その瞬間、こう、遺族というか、私はあまり好きじゃないんですけど、まあ、ご家族のものであったり、まあ、私たち、周囲のものであったりっていうのになってくるんですよね。好きじゃないっていうのは遺族？あ、遺族っていう言い方ね、ご遺族って言うんですけど、あんまり好きじゃないんですよね。はは。病院でも、その、ね、患者さんが生きておられた時はご家族で、亡くなった瞬間、ご遺族になるっていう、そのパキッとした分け方が私の中でできなくて、ご家族はいつまでも私の中ではご家族なので、その、ご遺族っていう言い方に、なんかこう、病院の中では抵抗がある。まあ、これがお寺になると、大切な方を亡くされたご家族っていう意味で、ご遺族っていうのは、自分の中では区別はついてるんですけれども。はい、はい。はい。その、医療っていう、世界はい、見たときに死とは何なんですか？医療の中の死っていうのはやっぱり生物の死であるんじゃないのか。だから例えば文字で書くとしたら、漢字の命っていう字ですね。はい。
そうですね。でも、うん、私たちはどっちかっていうと、まあ、これは表現として何かを書いたりするときには使うんですけれども、うん、看護学生に授業をするときにも、命、漢字の命として見るのか、ひらがなで書いた命、その人が生きた物語を含んだ命として見るのかっていうのは伝えたりしますね。そこで看護学生のときにすごく悩んだので、その漢字で書く一文字の命として見てる医療にから自分は落ちこぼれた方だったので。ああ、なるほど、なるほど、うんうん。そうなんですよ。なので、やっぱり、こう、うん、その、私はあえて表現するときには、ひらがなで書く命。そうか。なるほど。はい。なんか、生命としての、生物的な死だけを見るんじゃなく、命としてみたい。うん、その、漢字の、で漢字で書く命っていう観点からすると、はい、もうホスピスなんかは医療としてやることないっていう話ですよね、うん、まあまあ極端に言えば今そうなんです。松本さんが言ってくださったように、私がホスピス緩和ケアの看護師になろうとしたことはもう本当配線処理とか緩和ケア自体をね、うん、そんなのやって何になるのっていう言われた時代なんですよね。敗北の医療って言われてきましたし、うんうんうんまあ、患者さんご自身も闘病生活って言うじゃないですか、はい、戦うんですもんね。病と戦うんですよね。病と共に生きるっていう概念がそもそもやっとこの頃じゃないですかね、うん、それでもやっぱり健康でなきゃいけないっていうね、世の中のこう、まあ、まだまだね、はい、うん。元気で長生きっていうのを良しとされる、ね。うんうん、そういう命の捉え方ですから。なるほど。ありがとうございます。いつもご愛聴ありがとうございます。テンプルモーニングラジオは総再生回数50万回を突破しました。リスナーの皆さんからゲストのお寺にお参りしたいという声をいただいており、これまでのゲストのお寺を Google マップから探せる音の巡礼マップを作りました。トークやお経の音源にもリンクしているので、過去の配信へのアクセスにもお役立てください。マップの URL など詳しい情報は音の巡礼ノートまたは番組のホームページをご確認ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。
さなな、あ、あ、たんのう、あ、まきゃやあた。このポッドキャストはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。